いつもご覧いただきありがとうございます今回も大谷翔平投手の最新情報をご紹介いたします大谷翔平が呼び起こす43年ぶりの旋風元エンゼルス監督も証言信じられない注目浴びるドジャースに入団した大谷翔平投手が43年前に伝説的プレイヤーが巻き起こした熱狂的旋風を再現するのではと米メ,メディアメッセンジャースポーツが報じた ドジャースでは1981年に開幕8連勝を飾るなどワールドシリーズ制覇に貢献しこの年のサイ・ヤング賞と新人王を獲得したフェルナンド・バレンズエラ投手の活躍とファンの熱狂ぶりをフェルナンド・マニア現象と称し今や伝説と化している同メディアでは大谷がエンゼルスに入団した際の監督でフェルナンド・マニア現象の当時に捕手としてバッテリーを組んだマイク・ソーシア氏のコメントを紹介 ドジャースタジアムの熱気がすごかった南カリフォルニアだけでなくメジャー球界全体に旋風を起こした彼は南カリフォルニアのラテン系のファンだけでなくドジャースファン全体のヒーローになった続けて翔平には信じられないほどの注目が集まるでも彼は期待に応えるだけの才能を持っていると語ったまたドジャースのスペイン語実況を務めた経験を持つ88歳のハイム・ジャリン氏は 65年間ドジャースに勤めてきたけど昨年12月14日日本時間15日の記者会見は今までに見たことのないような光景だった外国メディアで多くの人がいた信じられなかったフェルナンド・マニアが一番近い光景だったジャリン氏はグッズショップで日本人アジア人のファンの数に驚愕クレイジーだった大谷 T シャツにとんでもないお金をつぎ込んでいたしかも 東アジアを旅行している私の知り合いによると今までヤンキースのロゴが一番人気があったけど今では日本や韓国ではドジャースのロゴが一番人気があると言っていたさらにかつてトルネード投法でノモマニアと呼ばれた旋風を起こしたノモ秀吉のフィーバーを解雇しつつ同志はノモはフェルナンド・バレンズエラに及ばなかったそして大谷が来るまでフェルナンド旋風が一番だった大谷旋風は大規模なものになる と大谷のフェルナンド越えも予言した同メディアのクリスチャンレッド記者は43年経ってドジャースに新たなマニア旋風が巻き起こるかもしれないと記しまだ一打席にも立っていない大谷が起こすであろうムーブメントに期待していた大谷翔平金満球団には興味がなかった米メディアが事実に言及チャンスはなかった大谷翔平選手はコンオフのフリーエージェントにおいて ドジャースと10年7億ドルの歴史的契約を結んだ獲得には多くの球団が乗り出したと言われているが資金力のあるニューヨーク・メッツとは接触しなかったようだ米メディアドジャーブルーのスコット・ゲルマン記者が報じた大谷は候補となる球団全てに同じ条件を提示したためそれを受け入れるかどうかで大谷獲得の明暗が分かれたその中でサンフランシスコ・ジャイアンツトロント・ブルージェイズ ドジャースは大谷の提案した契約構成に同意したがロサンゼルス・エンゼルスは提示を拒否したと伝えられている資金力のあるメッツも候補として挙げられていたがオーナーのスティーブ・コーエン氏は代理人が個人的に接触してきたことは一度もないと発言しており大谷の獲得に関与することはなかったつまり大谷が移籍先を選ぶ際は必ずしも最高入札者のところに行くと考えていたわけではなかったようだ。 しかしゲルマン氏はもちろんメッツは大谷からオファーを受けるチャンスはなかったが2度の MVP に輝いた大谷がニューヨークでのプレーを望んでいたなら公園はその要求に応じるつもりだっただろうと言及している大谷翔平を甘く見ている打者専念の今季米サイトの予想は38発昨季は予想を上回り44発で本塁打を米大リーグのデータを扱うサイトファングラフスは 過去のデータなどから算出した今季の各選手の個人成績を予想した昨季44発で本塁打王に輝きドジャースに移籍した大谷は151試合の出場で38本塁打102打点打率2割7分3厘ナ・リーグの本塁打数は昨季54発でトップだったマット・オルソンブレーブスと19年本塁打王のピート・アロンソメッツが42発でトップに立ち大谷は4位で 打点も5位に入った手術した右ひじの状態を考慮したのか昨季の135戦44発から考えるとやや厳しめの予想となった大谷とドジャースで同僚になる山本義信投手は12勝9敗防御率3.98200奪三振同サイトの予想を特集した MLB 公式サイトでは昨季千賀がサイ・ヤング賞候補になったのと近い成績この数字を残せば ドジャーーススのエースになったたこととを意味すると期待した新たにメジャーに挑戦するカブスの今永は9勝8敗防御率3.83パドレス松井は64登板で3勝3敗7セーブ防御率3.33レイズとマイナー契約を結んだ上沢は30登板内先発2で2勝2敗防御率4.31と予想されたまたジャイアンツとマイナー契約を結んだ筒香は記載がなかったちなみに 昨年1月の同サイトの予想では大谷は35本塁打96打点打率2割5分4厘で12勝防御率3.16実際には44本塁打95打点3割4厘10勝防御率3.14と本塁打数や打率で大幅に予想を上回ったドジャースついに総年報トップへベテラン先発サワンのパクストンと合意 先発ローテ人の整備完了かン・ワン記者ヘイマン氏総年報はメッツを抜いて首位に立つことが予想されるドジャースが MLB 通算64勝のベテラン先発サワンジェームス・パクストンと単年契約1,100万ドルプラス出来高払いで合意したと23日米メディアが報じたパクストンは13年にマリナーズでメジャーデビュー19年からはヤンキースでプレーし昨季はレッドソックスに所属した 17年からは3年連続で2桁勝利度重なる故障に悩まされ2021年の2年間では1試合にしか登板することができなかったが昨季はレッドソックスで19試合に登板して7勝5敗防御率4.50の成績を残した米ニューヨーク・ポスト紙の敏腕記者ジョン・ヘイマン氏はドジャースがパクストンとの契約を成立させたことで総年俸はメッツを抜いて首位に立つことが予想されると伝えている。 ドジャースはコンオフ大谷を10年総額7億ドル山本を12年総額3億2500万ドルで獲得さらに先発右腕のグラスノーを5年総額1億3500万ドル通算159本塁打の外野手ヘルナンデスを1年2350万ドルで獲得するなど大型補強に成功してコンオフの移籍市場で主役になっている。 2023年の総年俸では1位のメッツが3億7,460万ドル約554億円4位のドジャースは2億6,980万ドル約399億円と100億円以上の差があったしかし FA では大谷と山本だけでなくてオスカー・ヘルナンデス外野手を獲得トレード補強したタイラー・グラスノー投手と契約延長するなど一気に差を詰めていた ワールドシリーズ制覇へ大胆補強を進めておりパクストンの獲得で先発ローテ陣が整備された形となった大谷翔平でも不可能か大台到達へは遅すぎた6割超が否定的過去28人の聖域米データ会社がアンケート大谷は500本塁打に到達するか大谷は昨シーズン時点でメジャー通算171本塁打をマークしている米データ会社 コーディファイベースボールは公式 X で通算500本塁打に到達できるか調査を実施中約65%が否定的で MLB でプレーし始めるのが遅すぎたとファンは声を寄せている大谷はエンゼルスで2018年から22187463444とアーチをかけてきたコーディファイ・ベースボールは公式 X で翔平・大谷は7月に30歳になり 現在本類打を記録している引退する前に500本類打に到達するだろうかとして調査を実施している残りが16時間となった時点で2,123票が集まりイエスが35.1%ノーが 64.9%400 はいくだろうけど500まではいかないのかなと無理だね MLB が日本での成績もカウントしない限り残念だけど到達しないだろうね 到達しないほど遠いよ多分400くらいかな年間33発を10年間もしかしたらくらいかなと思うとファンはコメントしているメジャーで通算500本塁打以上を記録しているのはバリー・ボンズの762発を筆頭に28人しかいない通算583本塁打を誇るマーク・マグワイや7660打席を除けば9500打席以上を記録している打者ばかりで 23歳シーズンにデビューした大谷は現在2871打席500本まで残り329本現時点ではかなり遠い道のりではあるが数々の不可能を可能にしてきた大谷は異業に到達することはできるだろうか最後ままでごご覧いいただきありがとうございますもしよろしければチャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします。